自分の愛車ですからね。こんにちは、オナージュのアイです。この子は03のスポーツスター 1200C100 周年モデルです。今回はこのボロボロになったシートの修理と頑固なサビを落としていきたいと思います。これシートですか。はい、干物みたいですね。ちょっと外してみたんですけど、すごい簡単な作りなんですね。そうですね。でもクッション性はすごくいいんですよ。綺麗に削り終わったら革を買ってきて、久しぶりにレザークラフトをやれるので楽しみです。ネジ回りとかがひどいですね。やっぱりスプリングの内側はグラインダーじゃ届かないですよね。久しぶりにエアクリーナーを外しました。なんか変な色がついてる。このままでもいいかなって思ったけど、やっぱり色塗ります。これは何やってるんですか。これは錆落としですね。ガラス瓶に、うん、これで落ちたらいいなと思って。何でしたっけ、これクエン酸ですね。どのぐらいつけるの。落ちるまで。はい、ちょろちょろしか出ませんね。じれたい、お前の愛がうざったい。うざったい。うざったいじゃない。本当知ってるその歌。誰でしたっけ。ティーボなんです。聞いたことはあります。しつこいサビを、うん、バネのサビを落ちたらいいなっていう。クエン酸で落ちたらいいなと。裏側が取れないですもんね。磨くだけだと。よくそこまで錆させましたね。投入します。はい、よいしょ。どうなるでしょうか。落ちたらいいですね。ちょっとシュワシュワしてる。つけ置き30分ぐらいでこんな色になりました。満足いった感じ。お、まだ拭いてない。ひさしさんはせっかちです。今日の作業は何点。100点。あ、いいじゃない。ネジも穴の部分まで綺麗に取れました。今日の作業は何点。100点。甘いですね。どう。全然ダメだ。
取れるところと取れないところ。やっぱり頑固なサビは30分じゃダメですね。うわ、少しそう、これ広いですね。3日目ですけども、少しずつ綺麗になった気がします。無視ですか？忙しいです。何が何でも倒したくないので、バイクを動かすときは集中してます。48時間ぐらい経ちますかね。そんな経ってないですよ、1日です。24時間。あ、そうだった。いきますよ。わあ、どう、すごい綺麗になってる。ちょっと待って、ほら、内側本当だ。あ、すごい。いやー、すごい。わ、すごい綺麗じゃないですか。感動。本当、内側が、ねね、鬼門だったけど、お、気をつけてください。うわ、すっごい綺麗。うん、もうちょっとつけます。新品みたいですね。うわ、ん、ちょっと気をつけてくださいってさっき言ったじゃん。これ、まあ、なんとも言えない。あ、これも、ちょっとおかしすぎて、笑いが変になっちゃってます。ちょっと面白い。これちゃんとつまんでくださいね。大丈夫です。と、あ、綺麗になってる。うん、危険な液体ですからね、これ。あ、これもサビが取れてますね。うっと、サビは取れてます。うん、取れてます。表面めっちゃくちゃ錆びてたもんね。うん、あ、これも中取れてますね。そうですね、中も綺麗になってますね。うん、あ、いい。あ、すごい。もう終わった方がいいんじゃないですか。いいですかね。もうあと吹き浮きして、すごい綺麗じゃないですか、これ。なんかあれですね、死体から、うん、死体から死体からなんか出す人みたい。うわ、すごい綺麗になってる。新品じゃないですか。新品ではないですか。そこはそうですねって言ってください。あ、すごい、これ、これ好き。以上です。うわ、すごい。あ、こんな剣も、わ、これこんな剣がサビですね。ね、ここもすっごいついてる。ということで、綺麗にサビが落とすことができました。クエン酸大成功です。すごいじゃないですか。次回はシートの修理を完成させたいと思います。見てくださいね。